ぞこれ。タイムマスター活躍しすぎだろい。はい、じゃあ次最後ぐらいですかね。はーい、ラスト。はい、よろしくお願いします。お願いします。クルーの役職欲しい。クルーの役職一回も聞いたことない。こい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 、キルしてーな。コイコイ、いやー、あー、スムダかーい。あー、なるほど。あー、スムダだ。普通のクルーはもうええって。あー、またタスクの場所微妙だ。役職持ちが欲しい。いやー、間に合わなかったか。くそ、オケハザマ。お、ナイス。俺の勝ちだ。やるな、バッチュ。ありがとうございます。いや、あれじゃねえか、バッチュ。ありがとう。投票してやるじゃねえか。なんでなんかリヴァイル、リヴァイル。おい、ガキども。お、ちょっと似てる。だお前がガキだ。これ、瀬戸さん大丈夫？お前がガキだ。平泉壽です。俺の平泉壽です。見たかった、先生。割り込んできたな、平泉壽。ピーマンタスクあるだと？ふざけるなよ、マジ。早めに終わらしてんだ、ほんとに、ピーマンタスクはよ。2ね、覚えた。4、偶数、7、5、あーもう覚えてない。3、あーもう最悪。6、うわ終わりだ。なんで7分の1を引けないのよ。あ、でも今回もしかして導いてる俺の頭が。あ、合ってる。あとどこだ。ゆうきなおです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 。ゆうきなおインポスター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 。隠れとこ、隠れとこ、ここら辺で隠れとこ。あぶねえ、マジで。けいすけさん、ゆうきなおさん、インポスターです。あ、ゆうきなおさん、インポスター、オッケー。よかった、生き残った。生き残った。オッケー。ディベット、もしかして。ブロー。あー、ボタンだ。最終、いや、最終教えてください。待って、何か言うことはありますか。タイムマスター。タイム、タイムマスター。何か言うことはありますか。誰だい、タイムマスターは。どれどい、ゆうきさん。あ、いないの。ゆうきさん、何か言い残すことはありますか。んー、どうした。読みました。何か読みました。電波が、電波悪い。え、今誰か読みました私のこと。オメガインポスターが。あ、歯抜けじじいだ。いや、違いますけど。曲間違ってますけど大丈夫ですか。僕はエレクトリカルでタスクをしてたらいきなり巻き戻ったんだ。いや、僕がタイムマスターだ。ユキナオさんとすれ違った瞬間、時が戻った。小学1年生まで戻っちゃったんですね。私、夏希を探してたんですけど、どこ行ったんですか。すぐ逃げたよ。それは自白と取っていいんだな。しょうがないじゃん、そんなの。タイムマスター生きてんだもん。わかった、わかった。おとなしく、わかりました。諦めて、お縄につくんだな。まあ、夏ピョンさん多分死んだと思うんすよ。偽だったら、この自信満々にピアノ弾かないと思うんで。アドミン情報。でも夏ピョン、今日曲間違ってるよ。夏ピョン、今日曲間違ってるよ。あ、ただ、これ俺から一言言えるのは、夏ピョンさんってつまり結城奈緒さんが近づいた瞬間にシールド貼ったってことじゃないですか。違う違う違う、かなり女性に免疫がない。うん、僕はそう見てます。なんやねんそれ。でも夏ピョン今日曲間違ってるよ。グッバイ。これは一体どういう状況だ。いやいや、歯抜けねえといいんだよ。早く投票するんだ。何の BGM だったらいいんだ。諦めなさい、奈緒さん。グッバイ、グッバイ。じゃあなー、グッバイ。もう持たない、ピアノが持たない、ピアノが持たない、ピアノが持ちません。お願いします。僕の右手は、誰も無理強いしてないけど。早く、早く。
夏目さん、違う違う違う、夏目さん、夏目さん、100% 勇気、100% 勇気。あ、それだ、うん、そうだよ、そうだ、あ、そう、それ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 じゃねえよ、ゆうきさん。あ、どうもすいませんでした。キリがいいね。さようなら。んー、これは残業なんだよ。なるほどね、 100% 勇気をもらいたがってたのね。いただいたんだな。なるほどね、もらいたがりやん。ゆきさんごめんなさい、全然気づかなかったわ、ごめんなさい。どうせ釣られるなら美味しく釣ってほしいですもんね。あれ？あ、これか。かっちゃん怖いんよな、普通に。ここら辺なしか。覚えゲーとかあるか？ないか。てかタイムシールド強すぎるやろ。誰も死んでない。ピーマンタスク終わらせるか。どこで終わったのか忘れちゃった。真ん中で。え？あれ、まあ。ちょっと待って、もう。バーチョン今言ったよ。ね、もうこれモーロックなんですけど、はい、メインホールです。はい、メインホールです。で、その前にだから俺さんが呪われてるってことですか？そう、俺呪われて、俺の横で死にました。うん、はいはい、で、すれ違った人はもうね、コミューサボ来たじゃないですか。俺直したんですよ、コミューサボ。あ、じゃあもうめっちゃいいじゃないですか。で、来た人かな、来た人がちょっとね、神宮さん、いっぱい出てきましたよ。来てましたよね、その中にいますね、あのウォーロックは。うんうんうん、最後いましたよ。中野さんのウォーロックって確実ですか？うん、周りの誰か見てたとかありますか？どういうこと？いや、俺と番長しかいなかった。ベイトとかの可能性もあるんで、いやーマジか、普通に。あ、じゃあベイト使用します。ジグジベイトです。なのでこれは即レポじゃないです。ありがとうございます。あら、オッケー、でかい、うん、で、待って、のちさんウォロクでしょ。誰、ケイスケ、ジングジ、ミサトランがウォロクに、あ、ウォロクじゃねえ、コミュニケーションにいたかな。うん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 、番長もいましたよ。うん、番長もいました。ケイスケさんじゃない？あ、で、ケースケ情報落としますね。最終エンジンの、うん、右、あのお立ち台みたいなところあるじゃないですか、メインとエンジンの間の、うん、あそこでなんか知らんけど立ち止まってるミサトランちゃんいたんですけど。あー、じゃあケースケさん、立ち止まってない。普通になんかボッタッチしてて、なんだこれって思った瞬間に、そうだね、ボッタ入ったんで、なんか、うん、止まってないから、ランちゃんとの距離感もなんか、あや、なんかね、変だったんですよね。なんかちょっと気持ち悪かったんですよね、ちょっとなんか距離感が。なんでこれと。あ、でもまあ、コミサボ直してるとき。あと聞きたいのが、のちさんがすれ違ったのは、番長、ミサトラン、ケイスケ、神宮寺だけで問題はないですか？ないと思います。うん。とか、私、止まってないから、ケイスケさんが嘘ついてるわ、これ。あ、だから、ケイスケ、ミサトランでいいんじゃないですか、そしたら。いや、でも、情報出してる。とりあえず、エフヤンさん、ハッチャンが、とりあえず絶対なくて、瀬戸さんも、まあ、このちさんと会ってないからないでしょ。で、僕も会ってないで、それで言うと、ケイスケさん、ランチャンで、神宮寺さんが白使用してるから、まあ、ケイスケさん、ランチャンにどっちか1枚いる、または、のちさんがベイト切って、神宮寺さんがジャッカルとかでかばってるかの目線もあるんで。あー、確かに。まあ、一応、ロラーはしたくないですね。6人盤面で、めっちゃ残ったら怖いっすね。あれ、まあ、でもこれってセルフは絶対ないんだっけ？乗らしないんだったらもう釣らないっていう選択肢になっちゃうよ。でもどうし、まあでもないかな。ノッチさんをジャッカルとかかばってるっていう面はないか。わかんないけど。どっちでも一陣外は落ちてるから。でいいんですか？待ってもいいっすよ。うん、釣れない釣れない。すごいな。まあでもノッチさんベイ、まあさすがにそれはないと思うな。かっこいいな。さすがにベイト乗っ取りだったら神宮寺さんうますぎるんだよな。でも神宮寺さんもともとアマース上手い人だからな、乗っ取りしてる気もするんだよ。これないんだったら。かっこいいな、ウォロ。釣る場面だったかな。またピーマンタスク残ってんじゃないか。3個ついてるってことは何番からやればいい？7、6、5が残ってる。5番からか。
やめろマジでお前。ランちゃんから逃げろ、ランちゃんから逃げろ。ランちゃん、ランちゃん、インポスト、ランちゃん。すごいよ。勝ったぞこれ。タイムマスター活躍しすぎだろおい。誰か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 いませんか、誰か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 いない、こっちいねえな。あ、あらら違う写真。お、これありがてえじゃん。さあ、すごいやったね。俺は生き残る。どっち？また逃げてやったぞ。殺したやつ。ボーロックを追うか。え、のっちさんの話からしましょう。あ、まあとりあえずじゃあ、あの僕、うん、キルしたのはランちゃんです。で、とりあえずのっちさんの方に時間割いていいんじゃないですか。はい、そうだね。のっちさんはランちゃんじゃないもんね。じゃあとりあえず忘れないように、夏ぴょんさん以外のランさんに投票してからでいいんじゃないですか。はい、タイムマスター。夏ぴょんさんなのに2回キルしているんですか。そこにそこにそこにいる、そこにいるよね。そこにいるよ。とりあえずみんなびっくりしててさ、まあとりあえず夏ぴょんさん以外はもう周知の事実だから。もうさマジで怖いのよ。Fヤンさんに、Fヤンさんにめっちゃ言うと、ラチャインポスター、ラチャインポスター、ラチャインポスター。どんだけ焦ってんだよ。ラチャインポスター、ラチャインポスターって言いながら、でその後ろをランちゃんが追いかけるのも僕は見ました。大丈夫。じゃあそれを見てるってことは、多分のっちさんはランちゃんじゃないんで洗いましょうか。いや、あのね、でのっちさんが死んでるので、ジングリさんのベイトが結構白に、あ、もうほぼ真になってきてて、いや多分のっちはミスのランが噛みました。あ、本当？自分バイタル下位置、バイタル前で噛んでないよー。チャットランと私じゃないよ。まあとりあえずお土産した感じなのかな。じゃあお土産した、さようなら。バイタルからミストランが、まあ、とりあえずとりあえずランちゃん釣れば6人 1人外なんで。考えてローラー大将の仲間たちさんを殺して、うん、タイムマスターを分かりきってるタイムマスターをキルしたってことですか。じゃあ、うん、そうです。そうです。推理うまいね。説明ありがとうございます。ナイス。お前がやったんだな、ランドロー。いねえよな、いねえよな、いねえよな。よってねえよな。やっちゃったな。もう最後も最後のやつも俺を殺しに来い。あら、終わるんかい。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 ごめんな。ごめんな。なんで終わってしようと思って話しかけたんだけど。ごめんな。なんで夏ぴょんさんを。なんで夏ぴょん、夏ぴょんはなんでタイムマスターなの。いや俺タイムマスターで、ロミオどうしてあなたはロミオなの、思ってなかったけど2回もこれで人外当てるとはな。